どうもこんにちは、ミカスです。今日はですね、 E プランさんの提供動画になるんですけども、今までね、コーヒーミルとセンサーライトっていうのを紹介してきたんですけど、今日はですね、こちらでございます。はい、アロマディフューザー、まあ要は匂い付き加湿器ですね。やっぱりね、この時期ね、まあストーブとかエアコンとかで結構暖房かけてるとだいぶ乾燥してきてね、喉がイガイガしたり風邪ひきやすくなったりすると思うんですけど、立派な加湿器ってね、結構高いじゃないですか。で、こういうね、雑貨屋さんに売ってるようなタイプって非常に人気があると思うんですけど、やっぱこれのいいところってね、まあアロマで匂いつけられるっていうところじゃないですかね。早速中身を見てみようと思います。では開けていきましょう。説明書、そしてこんにちは。はい、何も見えません。こんにちは。よし、来た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 。なんだこれ。はい、出ました本体と、なんか照明みたいだな。ちょっと下が木目調でね、でなんかこう照明みたいですよねこれ。でなんか電源入れる穴があって、なんかファンみたいのがあって、でミストとライトっていう感じになってます。はい、で駆動はね、AC 電源になります。はい、では引っ張れば取れます。で、このようにタンクになってるわけですね。エアアウトレットって書いてあります。さあ、では早速ちょっとね、水入れてみましょうか。とりあえずここマックスって書いてあるんで、ここまで水入れてみましょう。ドバ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 ーン。うっ、ちょっと入りすぎちゃったな。これティッシュで微調整、ぴったりになりました。コップ半分しか入んないです。なので、まあ多分部屋がね、そんな大きい部屋用じゃないんですよね。小さい部屋用の容量になってるようです。ではちょっと電源つなぎましょうか。ちなみにですね、ちょっとうち今液体のアロマないんで、これアロマついてこなかったんで、アロマなしでただの加湿器としてちょっとやってみようと思います。さあ、電源つなぎました。ではまずちょっとライトつけてみましょうか。ライトオン。おお、結構明るいな。っていうか色がいいね、これいいね。なんか色変わってきたぞ。なんだこれ、色変わんの。想定外でございます。想定外でございます。色が変わるのは知らなかった。これ今ね、7色に光ってるんですけど、ここのスイッチでこのようにあらかじめプリセットされた色に固定で使うこともできます。結構種類多いですね。これがいいかな。これね、ではミストの方行ってみようと思います。パワーオン。あ、なんかちょっとゆらゆらしてますね。あ、来た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 。ちょっと見えづらいんでライト消しますね。お、見えかな、見えますでしょうか。ちょっと分かりづらいですかね。ヒューって出てます。ヒューっとね、ひんやりしますね。ひんやりします。ちょっと指に水滴つくほどにはなんないな、寒いからかな。でですね、やっぱり超音波式なんで、音がね、ちょっとビーっていうね、ビーって音がちょっと鳴ってます。これいいですね。こうインテリア照明として使いながら、冬場だけこのね、加湿器にして使うのもいいし、ちょっとこれおしゃれな感じじゃないですか。いいわ、これいいわ。ちょっとこの辺の色嫌だな。まあその日の気分に合わせてね、季節だったりね、いろんな色がまあ一応選べるといった感じでございます。さあ、いかがでしたでしょうか。超音波式の加湿器って結構ね、その水が汚れちゃうと、水の中に発生した細菌とかもね、こう一緒にばらまいちゃうっていう性質があるんで、こまめにね、水を変えてそのタンクをね、掃除してあげるというか、してあげた方がいいんじゃないかと思うんですけども、やっぱりね、こういうちょっと広い部屋だとね、物足りないんですけど、まあ自分の部屋だったり寝室だったりとかで使う分にはね、必要十分なサイズなんじゃないでしょうか。まあ人間の近くに置いとけばね、結構効果あるとは思いますんで、興味ある方はね、参考にしてみてください。以上です。じゃあね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。